はい、どうも、じゃあ、サッサイアンです。今日は休日ということでね、また、ほぼノーカット、垂れ流し配信でもやっちゃおうかなと思ってるんですけれども、いや、今のところですね、恐縮ですけれども、3月からこの、今日ね、4月5日じゃないですか、バンコクでやってる仕事がですね、受注ゼロ件なんですよね。まあね、そんなような状態のササヤンでございますけどもね。もうこのままね、状況続いたらどうなんですかね。もうね、向こうで売ってる、ビールやお酒に合うね、超激うまなサンキストのミックスナッツでもね、輸入代行して日本で売っちゃおうかななんて思うふうにね。ミックスナッツね。サンキストが作ってたってこと知らなかったでしょ？サンキストオレンジだとか、サンキストレモンだとか、サンキストさんですよね。うん。あれがね、タイのスーパーでミックスナッツ売ってるんですよ。で、これがまたね、めちゃめちゃ美味しいんです。種類がね、何種類あるのかな？ 5 種類ぐらいあったと思うんですけどもね、結構ね、どれ食べても美味しいんですけどもね。まあ、ちょっとタイに行く機会がありましたらね、それをね、買って、食べるような動画もね、紹介したいなと思ってます。マジで美味しいんでね。ああ、それとね、ついでに言っちゃうと、そのバンコクの中心部にあるね、アソークっていう駅があるんですけども、そのね、アソークという駅に、ジュースの売店がありましてね、まあ、こじんまりとした売店なんですけども、プラットフォームじゃないかなんていうの、改札の入り口の付近なんですけどもね、ありまして、そこにね、世にも奇妙なアボガドジュースというものが売っているんですよね。まあ、これがうまいのなんのって、ちょっと信じられないでしょ、アボガドジュースがうまいなんでね。で、スムージーがね、大好きな女子、シャレオツな飲み物あるじゃないですか、スムージーってね。なんだかよくわかんないんだけどさ、おじさんにはさ。ね。で、あそこにね、アボガドが入ってますよ、なんていう声もあるかと思いますけどもね、あれは、まあ、アボガドの成分が入ってるレベルの話でね、まあ、あれを持ってアボガドジュース飲んだことがあるよ、なんてね、言ったら、まあ、ほざいてるな、お前は、みたいな風に僕はね、思っちゃうんだよね。俺についてこいよ、みたいな、そういう感じでね、うん、本物のアボガドジュースを俺が飲ましてやるぜってなもんですよね。で、実はそれをね、本気で輸入しようと思って、ラベルに書いてあるね、ボトルにね、メーカーに問い合わせて、それでジュースを作ってるその職人さんっていうのがよくわかんないです。そういう代表者みたいな人と会って、で、そのドリンクを本気でね、日本に、こう、タイからね、輸出することを企んでいたわけでございます。でもって、これはね、日本でもテストマーケティングをしなきゃいけないと。俺が飲んで、ああ、このアボカドジュース美味しいなと思っても、他人が飲んだらね、美味しいかどうかってわからないじゃないですか。だからまあね、テストマーケティングをしようっていうことで、でそこの売店で数本ね買ってで日本に持ち帰ろうとした時にですよ、イミグレってね税関とかいうやつね、あそこはその液体を持ってると全部ね没収されてしまうんですよ。だから女子が使うねそういうなんていうの乳液だとかそういったものもねちっちゃな瓶レベルだったんです。こういうねでっかいね石器製だっけなのかそんなでっかいようなああいうのあるじゃないですか。ああいうのとか化粧水も含めてあとこうまあ普通のボトルのドリンクも含めてね没収されちゃうんで、注意してくださいね。でたまにいるのがね日本の国内で見かけるんですけども中国人とかがねあいつらおでんが好きなのかね中国人ってねおでんだれのパックってあるじゃないですか。ちくわだとかこんにゃくだとかがいろいろ入っててでたぷんたぷんとしてるねああいうやつんあれをね、イミグレで没収されてるやつだとか、あとね、ダイエット食だと思われる、こんにゃくそうめんみたいなものをスーパーで売ってるんですけどね。そしてあれもね、やっぱりね、糸こんにゃくみたいなのたっぷんたっぷんとしてるんですけども、あれを没収されてる韓国人女性とかね、結構見かけるんですけどね、何やってんのかなと思ってね。うん。で、笹山はね、俺はそんなにバカじゃねえぜってことで、預け荷物ね、でっかいスーツケースを、ね、空港の職員さん、空港職員さんね、よくわかんない。まあ、要は、飛行機会社の職員さんにこうやって預けて、で、自分はそれを持たずにその飛行機の中に入っていくんですけどね。そのスーツケースの中に入れて、そして日本に、持ち込もうと、空輸しようと。そういうことを企んだわけですよね。で、飛行機って空高く飛ぶじゃないですか。当たり前ですけどね。で、人が乗るキャビンっていうの、要は椅子が並んでる空間っていうのは、あそこはね、一定の空気圧が保たれているんだけれども、預け荷物は、そういうのはあんまし調整とか空気圧でないんでしょうね。これ、飛行場降りて、それで、スーツケースこう開けたらですね、ちょっとね、アボカドジュースの
ペットボトルみたいなのの蓋がね、こうかすかにこうね、浮いてるような状態で、そこからね、ピシャーって感じでね、スーツケースの中が黄緑色に染まってるわけですよ。アボカド汁だらけみたいなね。悲惨な体験がしたことありますけどね。で、しかもね、それはね、降り立ったさっきのね、飛行場、空港が、実はね、日本じゃなくて、北京なんですよね。北京でトランジットして、それで日本に入ってこようとしていたので、なんでね、なんていうの、不慣れな北京空港の男子トイレでこのスーツケースを開けて、そして中身ね、アボカドでぐしゃぐしゃになったようなね、アボカドじゃない、アボカドジュースね、アボカドの汁でぐしゃぐしゃになったようなやつで、こうね、こうこれは捨てた方がいいだとか、これはね洗って、それで日本国内に持ち帰ったとか、そういう選別作業をしていたらですね、不審人物と間違われてね、当たり前だよね。トイレの中ででっかいバッグ開けてさ、ガシャガシャやってんだから。なんかね、警備員さんみたいな人にね、こう、呼び止められてね、で、職質みたいなことをされちゃったんですよね。お前何やってんだこの野郎みたいなね。で、まあ、相手がね、警備員は警備員だけども、その中国で何言ってるかわかんないじゃないですかね。で、僕もね、なんか頭に来て、ごちゃ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 、うるせえなお前この野郎みたいな感じでね。それで、お前このアボカドジュースを一回飲んでみろ、美味しいから一本やるぜみたいなことになったね。そんなことね、ガチャ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 ね、日本語とそれから中国語でね、ガチャ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 、また押し問答のようにこれ喋ってたんですよ。お互いだから、で、言葉があんま通じないからよくわかんない。で、そのうちにその警備員がね、こいつ頭がおかしい日本人だなと思ったのか、まあそのままもうね、立ち去っちゃったんですよね。で、おかげでまあこれお許しが出たんだろうっていう形で、そのまま続けてですよ、その空港のあのなんかこうトイレの手洗いの場所みたいなところでね、あのスーツケースをね、洗って清掃してたっていう、そういうことまあこんな感じでね、何が言いたいのかっていうと、まあピンチなんてものはね、必死でもがいて抗うことが重要なんであってね、下を向いて悲観論ばっかり唱えても何の解決もならないよっていうね、こう言いたいんですよね。それにまあ、今もうちょっと馬鹿げた失敗談をね、お話ししましたけども、こうやって失敗するからこそ、やっていいこと、ダメなことね、それから、正解とか不正解とかっていうのがわかるわけじゃないですかね。うん、ペットボトルはね、スーツケースの中に入れて、持ち運んでね、飛行機で持ち運んじゃダメですよって、そういう失敗談がね、出てきたわけだよね。と感じで、なんかね、ちょっと真面目腐った話で終わるのもちょっとあれなんでね、今回も新型サウナを一番に克服する日本と題して小話を一つしていきましょうか。過去に2回ほど、私はですね、笹山は日本はね、世界一清潔な国なんで、だから新型サウナをどこよりも先に克服できるだろうなんていうふうに言い続けておりますが、じゃあ今日はですね、水、飲み水についてお話をしましょう。日本は北海道から沖縄までほぼ全域にわたり、蛇口をひねったその水道水を煮沸せずに沸騰をさせることなくそのまま飲める、そんな、暮らし方をしています。しかも外国人から見て頭がおかしいなって思うのがね、日本人がですよ、どこの食堂に行ってもレストランに行ってもお部屋くださいとかお水くださいって言えばただで水がもらえるんですよね、コップにね。それが行き過ぎて、今度は頼みもしないのに、温かいお茶だとかさ、冷たいお茶、どちらにしますかなんてね、聞いてくる、そんな牛丼チェーンみたいなところもあるわけですよね。かように日本というのは水に対する意識や技術が高度すぎて、むしろ、鈍感になっちゃってるんですよね。しかし世界を見渡せば水をタダで飲ませてくれるお店が一体ね、そういう国がどれくらいあるんでしょうかって感じじゃないですか。おもてなし精神の度が過ぎたっていうかね、まあ、ほんとさっき言ったように冷たいお茶と温かいお茶どちらにしますか、そんなことをね言うお店、海外には多分ないんじゃないですかね。少なくてもこのアジア圏内で言ったらね、そんなね、ただで水を飲ませるなんて文化多分ないだろうし、水道水ね、これ全家庭の水道水がそのまま蛇口ひねって飲めるなんていう環境もありませんよ。飲み水は買って飲む、これが普通なんですよね。それからもう一つ、その飲み水を有り余るほどふんだんに使い、お風呂に入る特殊な民族がいます。もうわかりますよね、日本人です。飲み水に使える水でね、湯船を張り、そして蛇口をマックスパワーでね、ひねって、シャワーを浴びて、ね、飲める水を飲まずに、ぶっかけて大量消費してるって、そういうことでしょ？飲めるほどの清潔な水で毎日体を洗ってんですよ、日本人ってね。
大腸菌があるからね、危ないから飲んじゃダメだよとか、そういう水で体を洗ってる人と、ね、飲み水で体を洗ってる人と、どちらが疫病やウイルスに感染しやすいでしょうか。僕は水そのものが感染ルートだとかって言ってるんじゃなくてね、そのようなこの水を通じて生活のベースインフラが圧倒的に違う国をね、で、並べてあっちの国はどうだとかこっちの国はどうだとか、そうやってね、右往左往ね、比較するのはやめなさいと言いたいんですよ。ね、前回の川の話、ウォシュレットの話、それから今回の飲み水の話、すべて水にまつわることなんだけれども、これだけ水をきれいに保ち続ける国民が、水をきれいにできない国の連中に負けるなんてありえない。そんな気持ちでおりますので、皆さん、どうか不要不急な、外出じゃなくて不要不急な不安こそお控えください。それでは、最後ね、謎かけで締めていきましょう。WHO 事務局長とかけまして、水と解きます。その心は、顔を洗って出直してこい。いや、今回ね、かけ言葉だからね、謎かけだから出直せなんて柔らかいことをまだ使ってるんだけども、心情的には、言うやめちゃいなよ。ですからね。ということで、今日もなんだかまとまりのない話をしましたけれどもね、でもなんかよくわかんないけど面白かったよって思ってる方はね、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。